こんにちは。今回は立体図形の側面積を考える問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。図は底面が正方形、側面がすべて正三角形の四角錐です。OE 対 EA、ここですね。こことここは2対1。OF 対 FB も2対1です。この四角錐を斜線部分の平面で2つに切ります。この時、斜線部分より下側の立体ですね。これの側面積。表面積のうち底面を除く部分ですね。この側面積は元の立体、元の四角錐の側面積の何倍になりますか？こういう問題です。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。側面積っていうのは底面を除いた表面積全部のことを指す、こういうふうにありますんで、求めたい部分ですね。どういう面があるかっていうと、三角形 EAD、これと同じ形 FBC、これと台形 EABF、これと EFCD、四つの面になります。それに対して元の立体ですね、正三角形ですね、これが4つあります。正三角形4つに対して求めたい部分の面積がどれだけに当たるかっていうのを考えていきます。まず考えやすいやつですね。この三角形 EAD と三角形 FBC ですね。正三角形の一辺、これを2対1に分けたところですね。2対1、2対1に分けた点、これと結んでいます。この図に変えてみますと、こことここですね。これを2対1に分ける点ですね。これを結んだものになります。こことここを結ぶと、もちろんこの三角形とこの三角形も2対1に分かれますから、この部分っていうのは正三角形一つの3分の1になりますね。3分の1。これが2つ。これと、この部分ですね。この部分は、図に書くとこういう形ですね。元の正三角形の一辺ですね。これを2対1に分けてます。この小さい正三角形、元の正三角形と比べると相似比ですね。これが3対2になってます。ということは面積比ですね。これは 3×3 対 2×2 ということで9対4。ここを4とすると全体が9。ここ5ですね。っていうことは、この部分ってのは正三角形の面積の9分の5になってます。これと9分の5ですね。あと、この斜線部分の面積なんですね。この斜線部分の面積、斜めに切った部分の面積ですね。どういうふうにして求めるかなんですけれども、同じように立体を斜めに切った部分の面積ですね。これを求めるような問題っていうのがありましたね。どういう問題かっていうと、こういうふうに立方体があって、立方体の辺の真ん中の点、真ん中の点、そして頂点ですね。これを結ぶようにして作った三角形。これで切ったとき、この三角形の面積を求めるような問題ですね。この問題、向きこっちを向きで書いているよりは、どっちかっていうとこっち向きに書いてあるような場合ですね。これが多いんですけれども、今わかりやすいようにこっちの向きにしました。この面積を求めるとき、ここの部分の面積を求めるときに、この正方形の面上に、これと同じ形っていうのを作ってあげます。どういう風にするかっていうと、こことここ結びます。こことここ結びます。そうすると、この三角形とこの三角形ですね。どちらも直角三角形で、一辺は正方形の一辺と一緒。もう一つですね。これは正方形の半分、正方形の半分。ということは、これとこれ合同です。同じように、これとこれ合同です。こことここ、こことここ。さらに、この長さっていうのは共通で等しいですから、この三角形とこの三角形ですね。これ面積同じっていうことで、これをここに移すことができました。これも同じ形ですよね。これを正三角形の上に作っていきたいと思います。どういう風にしてあげたらいいかって言いますと、こういうふうに正三角形を3つ並べます。ここ2対1に分割してますね。同じようにこっち側の正三角形も2対1になるように分割して、こことここですね。これ結びます。
そうするとここにできている四角形なんですけれども、ここの長さとここの長さですね、これ一緒です。この三角形とこの三角形ですね、これ同じ三角形だから、この長さとこの長さ一緒ですね。同じようにこことここの長さが一緒です。じゃあここの長さどうなってるかっていうと、ここからここまでの長さっていうのは正三角形の一辺の長さの3分の2です。この辺も同じように比べてもらったらいいですね。ここの長さっていうのはこれとこれが3対2だから、ここの長さ、ここの長さですね。これも正三角形の一辺の3分の2だから、こことここ同じ長さになっていますね。もちろん四角形の合同っていうのは4辺の長さが等しいだけでは言えないんですけれども、これとこれ平行ですよね。これに関してもこことここが平行ってことが言えますから、どちらも等脚台形っていうことが言えますんで、これとこれですね。これも合同です。じゃあこの面積っていうのは元の正三角形ですね。この正三角形のどれだけかっていうと、1と3分の1と3分の1。合わせて3分の5になります。これ全部足すと、9分の、これが3分の2だから9分の6ですね。9分の6と9分の5と9分の15になります。9分の26ですね。っていうことは元の四角錐ですね。正三角形4つ分ですから、9分の26。これは4つ分の何倍かっていうと、18分の13倍。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。